スタービーチは有限会社アストロワークスが運営するソーシャルネットワーキングサービスである2019年9月に暫定的にサービスを開始2020年1月1日ソーシャルワーカーマッチングサービスとして発展スタービーチは安価な月課金制マッチングサイトに有料アイテム交換が可能なソーシャルワーカーシステムを導入しているこの方式は ユーザーそれぞれのライフワークをプロフィールすることで健全で安心感のあるコミュニティを維持するという目的で採用されている。なお、有料アイテムを送信した側とされた側は、恣意的にソーシャルワーカーとなり利害関係を持つことになる。新規登録は無料で誰でもを行える。検索範囲が詳細なため、出会い系サイトと混同されることから、インターネット異性紹介事業の申請も行い、 18歳未満の利用を禁止しているソーシャルワーカーマッチングサイトとしての機能は充実しているソーシャルワーカーメニュープロフィール登録時にソーシャルワーカーメニューとして連絡メニュー、接待メニュー、報酬メニューに有料アイテムの個数が設定できるコミュニケーションを経て有料アイテムが送られると交換書を通して分配金の申請ができるメッセージプレミアムメンバーは メッセージの送信ができる。無料会員は、メッセージの受信のみ。警告文が出るが、プレミアムメンバーからのメッセージには返信できる。メディア写真をアップロードすることのできるサービス。5枚掲載公開できる。検索恋愛対象性別、年齢、都市、オンラインウム、写真付きウムなど詳細に検索することができる。また、検索内容を保存することもできる。ウィンク他人のプロフィールを閲覧後、 気に入った相手には、プロフィールページに表示されるニコニコマークから興味がある。証として、ウィンクを送ることができる。お気に入りプロフィールを閲覧し、気に入った相手をお気に入りへまとめることができる。チャットプロフィールに表示される。ハートマークからお気に入りに追加し、相手に承認されると相手のプロフィールに、吹き出しが表示され、チャット機能が使える。スターボールソーシャルワーカーシステムの対価として、 スターボールが提供されている。スターキャンディー5つで1個のスターボールを送信できる。保有するスターボールはスターボール交換所で分配金と交換申請できる。スターキャンディースターボールを送信するために必要なアイテムがスターキャンディー1個1000円で販売されている。マッチプロフィールやつぶやきなど AI システムが共通の部位を集計し自動的にマッチングしてくれる機能。 ニュースフィードを気に入りに登録されたユーザーの動向が表示される。ステルスモード私を見たメンバー、私が見たメンバー、オンラインのメンバーへ表示されない仕様にできる。ありがとうございます。